はい、こんにちは。クノルフォッド。えー、使ってみて、この強さを実感しています。えー、マナスピード普通で、ライフ32%回復、えー。紫の盾を変容する。そして、えー、仲間のマナを20%増やす、えー。同じ紫の、えー、マナスピード超低速、アルフライクと、 めちゃくちゃ相性が良いですレイドなのに超低速のアルフライクが使いやすいですさらに、えー、クノルフォッドを守るために、えー、ベラもとってもとっても相性良いなと考えています、えー、クノルフォッドを守るために、えー、カディレンコスチュームを入れて、えー、普通レイドでは使いづらいマナオソのヘインダールも入れていますはい、では行きます 相手は前衛にアルフライクがいますね。えー、やっぱりあんまり刺激したくないので、えー、アルフライクを刺激しないように、えー、紫マナを貯めていきましょうか、えー。相手のアルフライクは、まあなるべく、えー、なるべく、なるべく刺激しないように考えています。 えー、では、これで紫竜を作りまして、えー、ベラでミニオンの壁を張り、あと一歩惜しいなと思ってます。惜しいですよねー、えー。では、一旦緑消しましょうか。 えー、これでカディレンコスチュームがスキル発動できます。また紫もちょっと寄ります。順調ですね。順調ですね。ではカディレンコスチュームを使って、えー、そしてここで、えー、クノルフォッドを使います。クノルフォッドを使います。えー、まずはヘインダールを、あ、クノルフォッド ヘインダールでブー悩ましいですね回復とブーストや、えー、次のヘインダールのスキルの溜まり方を考えて悩んでいますがこちらアルフライクは傷ついているのでクノルフォッドを先に使いましょうかはいこれで、えー、アルフライクマナ溜まりました、えー、ヘインダールで 攻撃力アップとブーストをかけてそして相手の前衛のアルフライクよりも先に、えー、こちらアルフライクスキル発動できますはいいきまーすはい、えー、マインドレスアタックが効いているのは1体だけですね えー、では、では、では、ここは慎重に慎重に。青ダイヤを作らずにここ行きましょうか。えー、ここは慎重に慎重に。えー、ゲフジョンはミニオンを盗むことができないので、えー、ここ行きましょうか。 はいクノルフォード耐えてますね耐えてますね育成足りてないですけどゲフ,ドンゲフジョンの一撃を耐えましたではではここ行きましょうかはいでは、えー、カディレン回避を発動し、えー、これがついているので、えー、紫のマナがたまりやすいです はい。では、ベラでミニオンの壁を厚くし、あと一歩ですね、あと一歩ですね。では、では、アルフライクを刺激しないようにここ行きまして、では、カリレンコスチューム回避をし、さらに、 ヘインダールでブーストをかけて、相手のアルフライクはスキル発動するので、もうついでに無駄玉当てておきます。はい、これで毒殺ですかね。はい、ありがとうございました。